はい、私あの美濃と申します。改めまして、DBCLS と NBDC に所属しているものなんですけれども、今日私は一応 NBDC の方の、立場ということで、いろんなご紹介をさせていただきます。私はですね、NBDC と DBCLS でどちらもあの、まあ、広報とかを担当している人間なんですけれども、もともとウェットの研究をしていた人間で、まあ、大腸菌から人の組織までいろんなことを扱ってきました。でそれから、ちょっと会社でインフォマティクスの経験も若干あるので、今このような、まあ、いろんな分野のことを皆さんにご紹介するのに、広報に役立つだろうということで広報させていただいておるところです。で資料全部そこに入っているので、まあ、見ながらでも画面でも、進めていきたいんですけど、まず講習を始める前にですね、講習会のさっき動画も公開とか申し上げましたけれども、資料も、今日入れてある資料ですね、最終的に全部公開しますので、またご自分で見ていただいてもいいですし、近隣の方にこんなのあったよって言ってご紹介をしていただければいいと思うんですけれども、皆さんが申し込んでいただいた DDBJ のサイトですね、 DDBJ さんのサイトの方でオールインワン合同講習会っていうふうにこうたどれます。でその中に、アーカイブといってちょっと下の方にあるんですけれども、今トップにはこの今回のが出てますが、下の方にアーカイブというのがありまして、ここにその動画とか資料とかアップすることになりますので、またこちらの方に見ていただければと思います。はい、で中身に行きます。で 私のパートではまず生命科学系 DB の概要について若干お話をして、その後具体的な私たちが提供しているサービスについてご紹介しますけれども、まあご存知のようにですね、生命科学っていうのは今まあ情報爆発と言われて久しいわけですが、仮説検証型、昔は何か仮説を作ってそれに対してデータを集めるというタイプの研究を進めていらしたと思いますけれども、そこからデータ駆動型、データがありきでそこからまず何か例えば仮説を導くとかですね、そういったことをするような科学への転換が担っています。でということですと、まあ、データとかデータベースをある程度自由に使いこなすとかですね、また情報学、統計学、数学、計算機関学、そういった他のまあ分野のスキルを駆使してそのデータ、データベースを使いこなすということが必要になってきます。でデータを、まあ、複数のデータを寄せ集めてそれをデータを統合することによって知識発見をするというようなデータの高度な使い方も必要になってくるということです。で代表的な生命科学関係のデータベースというのはもう皆さんもすでにお使いのものもいくつかあるかと思いますけれども、まあ、配列系のものですとか、あとその工事構造のものですとか、さらにそれを生命現象と結びつけたようなもの、こういったデータベースがあります。でデータベースの中には、今日も一緒に講習会をやってくださっている DDBJ さんですね、 DNA 塩基配列を集めていらっしゃいますが、あとはタンパク質の立体構造についてはこの PDB というワールドワイドな組織がありまして、それの PDB のジャパンのところが PDBJ ということで活動をされているわけです。あと日本で一つ有名なのがですね、 KEG というパスウェイのデータベースがあります。これも使われている方非常に多いかと思いますけれども、こういったものが日本の代表的な生命科学系のデータベースということになります。DDBJ は DNA 塩基配列収集していて、その三島にある国立電学研究所 DDBJ センター、これ最近名前ちょっと変わったかと思うんですけれども、昨年までは DDBJ センターという名前で呼んでました。で今 DDBJ センターの名前もちゃんと残っておりますので、検索していただければこのセンターのホームページなどにすぐたどり着くことができると思います。PDBJ さんの方はタンパク質の立体構造を収集しているところです。大阪大学のタンパク質研究所というところで運営されています。で KEG、 京都エンサイクロフェディア・オブ・ジーンズ・アンド・ジェノムスというのは生命情報システムとして表現するもので、これは京都大学のバイオフィマティクセンターで運営されているものです。で一方まあ、構築法から見たデータベースの分類ということでちょっとまとめてみたものですけれども、これはですね、例えばバンク型ですね。バンク型というのはいろんな人が、まあ、それぞれ研究の過程で集めたものを、さらに集積していくというもので、 DDBJ とか、PDB なんかはそういうものに当たります。あとはプロジェクトから出てきたデータをガッといっぺんに集めてあるものとかね、いろいろあるんですけれども、先ほどもう一つご紹介した KEG なんかはですね、知識モデル型とまあ呼べるかなと思います。読み物、文献ですね、そこから、まあ、特定のある知識を持った人間が、情報処理を、まあ、読み込んでですね、そこから、知識として
してそのデータに落とし込むということを中でやってくれていて、でそれでそれをあのネットワークとして表現しているというものです。あと他にちょっとオーミムというちょっとあの疾患系のになりますけども、こういったものもあのやはり特定の人間がこう読み込んでというような形で処理をされているものになります。でそのうちのバンク型データベースなんですけれども、DDBJ さんもそれから BDBJ さんもですね、全世界で解読された塩基配列とか立体構造を、査定して受ければ、そういうデータがまあぐちゃぐちゃのままで受け入れるということはないので、きちんとデータが揃っているかとかですね、いろんなあの付随情報がついているかというようなことをきちんと査定して受け入れますし、それからデータベース蓄積して公開するということで、この時にアクセッションナンバーを付与するということなんですけれども、論文を投稿する時にはこの雑誌側からアクセッションナンバーの掲載を記載を求められます。なので、まあ、研究を発表するときにはですね、必ずこう DDBJ とか BDBJ とかにちゃんとあの掲載登録をして、それからその番号をきちんと論文に掲載、そうすることで第三者がちゃんとそのデータを確認できるということになっています。で最近は、塩基配列や立体構造以外のデータについてもこのリポジトリの登録が求められるようになっていますので、皆さんあのそれぞれの研究分野でご存知かと思いますけれども、だんだんデータが集積できるようになっているというところです。あ、すいません。で、まあ、データを共有することの意義なんですけれども、もともと科学の世界では今言ったように第三者が、データを確認するということが必要なので、まあ、再現性とかですね、データそのものが間違っていないかの透明性などを確認するために、まあ、第三者と共有するっていうのが当然だったわけなんですけれども、最近ではまあ、ビッグデータの時代になってきて、なんかその再利用する、新しい観点から解析するとか、いったことで、時間や費用の節約にもなるということで、再利用するというような観点からも、データを再三と共有しようという動きになっています。でまたですね、新しい技術、その新しい分野での人たちがですね、その今まではあまり携わってこなかったような科学技術分野の人たちがそういうところに入ってくるといって、また開発が促進されるということもあります。であとは、基本的にその大学の研究とかですね、公的機関でされた研究っていうのはもともと税金を投入されているものなので、まあ、それに対して、デポジトされたものに対してはみんな誰もが使えるようにするということで、二度税金を払うようなことはないように、公的資金を投じたデータは全ての市民のものであるべきという考え方、これ特に欧米ではそうなんですけれども、こういう考え方もありますので、まあ、国などの公的資金を投じて得られたデータは共有へという動きがあります。でこれ国際的な動きでもありまして、オープンサイエンスに関する国際動向と日本の対応ということでまとめたスライドですけれども、2013年の G8 サミットに関連したような G8 の科学大臣会合ってありますけれども、それでまず一番初めに、それまで論文のオープン化っていうのは非常にいろんなところで言われてたんですけれども、それに加えて研究データもオープンにしていきましょうということが謳われました。でそれに対して、まあ実務的にいろいろもっと進めるようにということで、2017年ですね、こういうふうに G なんとかっていうところではいろんな声明が出されているわけなんですけれども、日本でも総合科学技術イノベーション会議というところで国際動向を踏まえてオープンサイエンスに関する検討会がこういった形で設置されまして、それで、まあ日本の中ではこういうふうにまあ、イノベーションにつなげることを目指した新たなサイエンスとして、このオープンサイエンスを定義して、それでまあ推進していくということを、まあ各省に対していろいろ施策をしなさいよということを謳ってきたというような経緯があります。それでじゃあ JST とか NBDC とかはそれどういう関係かなということでご覧いただきたいんですけれども、今日もお配りしているパンフレットのですね、一番後ろのところに、まあ、じゃあ今まで2000年ぐらいからですね、そのデータ共有というところに対してどういった取り組みがされてきたかというようなことがザラザラと書いてあります。で一番ここの真ん中辺の、裏表紙にすると真ん中辺のあたりになるんですけれども、2011年の4月に、GST のバイオサイエンスデータベースセンター NBDC というのが設置されまして、まあ、いくつかそのオープンサイエンスに関する動きは2000年ぐらいからいろいろあったんですけれども、それが今一応、NBDC に集約されて、私たちのところでいろんな取り組みをさせていただいているというところです。
で JST の、ネルビディ氏の紹介ということで、JST の中でですね、第4次中期目標、中長期目標と一応会社みたいにこうやってちゃんと中長期目標を立ててちゃんとやってるんですけど、その中の地の創造と経済社会価値への転換という中に、情報基盤の強化ということでライフサイエンスデータベース統合の推進というのがあります。でライフサイエンスの研究の成果を、オープンサイエンスにつないでいくためにきちんと GST の中でも取り組みをやりますよということをここで謳っておりまして、それで私たちのバイオサイエンスデータベースセンターというのが設置されているわけです。で私たちこのセンターのですねミッションはもう生命科学分野のデータベースをとにかく使いやすくしましょうということで、それに関するいろんなことをやりますということなんですけれども、具体的に皆さんに見えやすいのはやはりデータベース統合に関するいろんな技術開発をしたりとかですね、あるいは生命科学っていろんな分野があっていろんな対象物があって非常に多岐にわたってますので、それに対して分野ごとにデータ統合を進めるためにいろんな先生方に協力をいただくためのファンディングプログラムっていうのを作っています。でそういうことをやってるところが皆さんのところによく見えるかなというふうには思いますが、その次 の, このスライドですね、ファンディングプログラムについては今このパンフレットの中にもご紹介をしているんですけれども、こういった方々に対して各分野のデータをまずまとめていただくというようなことをお願いしています。もう本当に見ていただければ多分関連する研究分野の先生方もいるんじゃないかと思いますけれど、例えば、糖鎖とかですね、あとは、メタゲノムとかですね、マイクローブとかですね、あとは、人に関するものもありますし植物とかですね、あとプロテオムですとか、そういったさまざまな分野の先生方にファンディングをして、そのデータを集めるというところの作業をやっていただいている。でそういった集めてきたデータを、いかにこう、使いやすくするかというようなことを DBCLS の方でやっているわけなんですけれども、私たちのところですね NCBI のように巨大なサーバーを持って全部そこに入れてねというようなことにはちょっとできません。なので、基本的にはその中央集中型データベースではなく連邦型の統合データベースと呼んでるんですけれども、各分野の先生のところでこうまとめていただいているデータベースをですね、あたかもインターネット上で一つのものであるかのように扱えるような技術開発も含めて DBCLS の方でいろんな技術を作っていこうということを今やっている。そういった形で少なくとも日本の中で生まれてきたデータについてはまとめられるようにしていきましょうというようなことで全体的な取り組みをしているところです。でじゃあ皆さんが実際にデータそういったデータ のサービスとして触れるところはね、もちろんポータルサイトとかそういう関連サービスが出るデータの公開のところなので、早速そちらの方に移っていきたいと思います。生命科学分野のデータベースに対する要望ということで、この取り組みを始める一番最初の頃に調査をしたときにこんな3つの分野が3つ の項目が大体上がってきていました。でどんなデータベースがどこにあるのか全くわからないと、もう非常に皆さんがそのプロジェクトでデータは公開はしていただいているんですけれども、そこに行かなきゃわからないというようなことがありましたので、 NBDC としてはデータベースのカタログを作りましょうということをやりました。で複数のデータベースをさらには横断的に検索できないかというのは、データベースどんなところにあるのか分かったところでまた結局一つ一つウェブ上に行ってそこで検索するって、それはすっごい面倒くさいという話があって、で複数のデータベースを横断的に検索するような DB の一括検索の仕組みを作るということもやりました。その中では例えば文献とか特許とかいろんなデータベースを一括で検索したいという要望もありましたので、こういったサービスもやっております。それからもっと進んでいきますと、自分でそのデータセットを自分のところでこう計算、自分のデータと合わせて計算とかですね、あるいは違った観点で計算をしたいというようなこともありますので、データセットそのものを取得できないかということが要望としてあります。なのでデータの一括ダウンロードをしているということで、このあとですねちょっとそれぞれについて NBDC でご提供しているサービスについて一つ一つご紹介をしていきたいと思います。でその前にもう1点だけちょっと言っておきたいことがあって、データを利用するときにこう問題点がいろいろあるなということがやはりその調査の過程で分かってきました。
まず、まあ、求められるデータが入っているかというのは、まあ、データの集めるための仕組みというのをちゃんと作らなきゃいけないんですけど、まあ、公的な研究にはこう帰宅を義務付ける、データが生まれてきたデータについてはちゃんと公的なところに帰宅しなさいよということの、義務付けるということですね。これはまあ私たちのところの努力だけじゃ何にもならなくて、でもやっぱりこのプロジェクトとかこういったプログラムが始まってきてからですね、文科省さんですとか厚労省さんですとか最近の AMED さんですとかああいったところからいろいろそういったちゃんとどこそこに帰宅しないさということで、その中でも私たちのところのデータベースをご指定いただいているような状況があります。であとは、まあ、どのようなデータが入っているのかがよく分かんないということですね。で、まあ、データフォーマットをちゃんと標準化してデータの説明をちゃんとつけると、で付け方もちゃんと標準化すると、こういったことが大事で、そういったことをすれば渡したようなデータであったりこういったバラバラな感じのものも一緒に使えるようになっていくということで、こういった説明をつけたりすることが非常に大事ということです。で最後に利用条件なんですけれども、データありました、どんなものかも分かりますなんですけど、どのように使っているのか分からないということがあります。でまあ、利用に関しての条件はバラバラだし、その書いてないことも非常に多かったんですね。で特にやはり民間企業の方とかはやはりそれが商用利用が可能かとか、そういうようなことが非常に重要だと思いますし、例えば使用料が必要かどうかもよく分からないと結局使えないということもありますので、まあ、利用条件を標準化するとか明示するということが非常に重要だなということが調査の方で分かってきていましたので、まあ、著作権としてデータ作成者の方の表示をするとか、商用非商用であるとかというようなことをちゃんと書こうということになりまして、その次のページにありますが、クリエイティブコモンズという再利用と共有を促進する仕組みをちょっと活用して、私たちはデータベース、データのところに、まあ、ラベルをつけるというようなことをやっております。で、もともとこのクリエイティブコモンズっていうのは、絵とか文とか、映像とかですね、そういったものに対して本当に著作物っていわゆる著作物に対してのこういった再利用と共有を促進する仕組みなんですけれども、そのライセンスの中にはもう4つのこう要素としてはもう4つのものしかありません。1つは表示、作品のクレジットを表示することという場合ということと、あと営利か非営利かということを宣言使っていいかどうかを宣言するものと、それから、改変してもいいかどうかということですね、ということと、それから、これちょっとなかなか分かりにくいんですけども、シェアアライクといって、その元の作品と同じ組み合わせのこの CC ライセンス、こういったライセンスをつけてたら、それと同じ組み合わせでまた次の派生物も公開しなさいというような意味なんですが、この4つの、条件の組み合わせをですね、著者自身が、作った人自身が宣言することができるというような仕組みです。で4種のこのマークを組み合わせると、クリエイティブコモンズの中で、言われているこの 6個の、まあ、倍から始まってですね、なんかいくつも条件がついて結構ガチガチなものから、こんな6つの条件が設定されるんですけれども、私たちのところではこれに加えて、あとパブリックドメインであるということ、もう倍も主張しない、もうどんな使い方してもいいですよということをあえて主張するというこのライセンスもありまして、このここまでですね、3つのこのライセンスを私たちのところでは採用しています。もちろんお分かりのようにこちらの方が非常に利用度は高くなりますので、まあ、データベースに関してはこういったラベルをつけようということになっています。さてではここからですね、具体的なサービスについて一つ一つご紹介します。で、今日はハンズオンじゃないので PC を持っている方はほとんどいないと思うんですけれども、もし PC を持っててサイトにアクセスしながらやりたいよという人は資料通りにやれば一応できるように見えるようになっているし、実際にサイト見ていた方がイメージが湧くかもしれませんので、ぜひ見てください。NBDC のポータルサイト、こんな感じになっています。パンフレットの中に挟み込んであるキャプチャーもありますので、また後で NBDC とも検索していただければ、一番最初に出てくるのはここのページなので、ぜひ見てみてください。今ご紹介、先ほどご紹介した3つのお困りポイントですね、カタログと一括検索とデータの一括ダウンロードについてはここにあります。であとは分野ごとにいろいろ統合していただいているデータがちょっと羅列的に今は並んでるんですけれども、こんな感じでありまして、全体でこう40種類以上サービスがありますので、ぜひ自分 の, 関連しているようなものが何かないかなということで見ていただけるとありがたいんですが、まあ、1行のところだけじゃ分からないと思うんで、実はこのマウスを当てると
もうちょっと長い説明が出てきます。これ何かなみたいなことが簡単に分かるようになってますんで、ぜひサイトに行って見ていただければと思います。ここはもう登録とかも基本的には不要です。ちょっと一部のサービスは登録が必要になりますが、あとは無料ですし、インターネットさえあればいつでもご覧いただけるようなものかと思います。でまずじゃあ DB のカタログについてご紹介をしていきます。インテグバイオデータベースカタログという名前でデータベースのカタログを運営しています。で国内外の生命科学系の所在データベースの所在情報や説明情報を提供するカタログで、収録データベース、これちょっと多分数多いですね。後で画面キャプチャーの方で見ていただければいいと思うんですけど、多分1700件超えてると思います。それから、大事なのはですね、この説明情報のところで、ちゃんとこういった情報がありますよということをちゃんと揃えていることが結構重要なんですね。もちろんデータベース名必要ですけども、URL でちゃんと公開されているかということとか、あとどこの機関が何に対してやったものかみたいなことですね。でそういうのを検索できるようになっています。で、入り口はこの左一番上のところなんですけれども、データベースのカタログこんな画面が出てきます。で真ん中はデータベースの一覧なんですけれども、こちらで絞り込んだりですね、あとはキーワード検索をしたりするようなこと仕組みになっています。まあ、こちらニュースとかいろいろ出てくるようにはなっていますけれども、こういった3つの部分のページになっています。でここで例えば次の画面はそのウイルスっていうのをじゃあチェックしてみましたっていう画面なんですけど、まあ59件が選ばれてきてっていうことで、そうするとここのところがそのウイルスっていうのの、デフォルトだと一番新しいデータが上になるようなデータベースのが上になるようなことになっています。この辺で並べ替えもちょっとできるようになっていますけれども、でいろいろごちゃごちゃこう選んだ後に全条件リセットするとまたトップ画面の一番最初の1700件ぐらいのものに戻りますので、例えば今度はテキストボックスで主要をと入れて検索をするというふうにしますと、また違ったこういう形になるですね。でそれが何件があるかというのはこの辺に数として出てきますので、こういう形になってきます。でここのじゃあ一つ一つのレコードの見方なんですけれども、今主要をと入れた時の一番トップ画面に出てきた ICGC データポータルというところをちょっと見ていく、これを例にしてご説明をしたいと思います。このサムネイルというんですけれども、この画面のちっちゃい版みたいなそういったものと、それからこのタイトルからいくとですね、いきなり ICGC のデータポータルというオリジナルサイトへリンクが貼られています。もちろんこれ見ただけであっって分かる人はそこへまず行っていただければいいんですけど、多分一番最初になんかそのなんかデータベースを見つけた時ってそのデータベースが何であるかってきっと分からないと思うんですね。いきなりこのサイトに行ってパッと分かる人ってなかなかいない。なので私たちがこう説明つけてることが意味があるので、実はまあ見慣れないデータベースに当たったらですね、この詳細へっていうのを一回見ていただきたいと思います。これがカタログの掲載内容になります。でそれちょっと大きくしたのはこちらですけれども、まあ、ICGC のデータポータルっていう名前ですよとかですね、あとは URL ここですよとか、どこの機関が作りましたとかですね、あとアメリカ合衆国とか書いてありますけど、生物種としては何が対象かとかですね、あとは何を解析したようなものかというのをこの20種類の情報がバーッとこう書いてあります。なのでこれを一応ザラザラザラと見ていただければ、ここに文章としての説明もありますので、どんなサイトであって何がここで分かるかなっていうのがある程度分かっていただけるんじゃないかなというふうには思います。でいつ頃公開されたとかそういうこともね分かりますので、ぜひまず最初にデータベースに当たったらここに行っていただければいいかなというふうには思います。はい、あとはまあこれはちょっとデータベースのそのカタログそのものもダウンロードできるようなんで、まあ、自分でなんか別の検索の仕方をしたいとかいうことがあればですね、ぜひこういうことでデータそのものも活用いただければという思います。でこれからあとは私のちょっとスライド枚数すごい多いんですけど、実はそのいつも実習とかも含めてやってるようなページも全部残してあって、後で皆さんにもしよかったらそれ自分でなぞってやっていただければいいので、この辺は後でお試しいただければというふうに思います。はい、では次に進みましょう。2番目のデータベースの一括検索です。
データ生命科学データベース横断検索という名前で呼んでいますデータベースの一括検索サービスですけれども、生命科学分野のコンテンツを対象にした検索システムです。で、分子データベースの中を文献や特許情報と合わせて一括検索できるということが重要です。分子データベースの中といいましても配列情報のブラストとかああいう検索ではなくて、それについての説明情報がテキストでいろいろ書いてありますよね。で、そういったところを、文献のテキストの情報、特許のテキストの情報、こういったものと合わせて検索できるということになっています。で、検索対象のデータベースは652件ありまして、検索キーワードは日英の相互翻訳がされます。ライフサイエンス辞書といって京都大学の金子先生が作られている、ライフサイエンスに特化したような日英タイプの辞書ですけれども、それを使いますので、そういう意味でもライフサイエンスのに特化した検索に中身になっています。はい。で、私たちはこれ展示会などで紹介するときに生命科学の Google 検索ですよって言って簡単に分かっていただくために言ったりするんですけれども、じゃあ Google と何が違うのかといえば、もちろんお分かりのように生命科学を対象にしたデータを対象にしていますので、普通に Google で検索するとマウスと検索すると、出てくるのはこっちのマウスなんだけれども、この横断検索でやれば、こちらのちゃんとマウスネズミちゃんの方にですね関係したデータが出てくるということになります。で、それとですね、あと実はデータベースというのは、その一番上のレイヤーから一番こう深いところまでですね、実は情報が結構こう層になっていることが多いんですね。で、Google とか Yahoo とか一般的なその検索エンジンっていうのは、この表層ウェブと言われるところだけ拾ってきて、もちろん対象がすごいいっぱいなので、ディープに全部見るってことはできないわけなんですけれども、そういうことを拾ってくるところが多いんですけれども、私たちはその集めてきたデータに関しては、基本的にそのなるべく深くのところまで検索できるようにしようということ、こういうところまでインデックスを貼って、検索できるようにしているというところがまた特徴として違います。なので、この Google とこの横断検索の違いといえば、意図したものがちゃんと出てくるということと、そのなるべく網羅性を高めようとしているということで、その生命科学の情報に関してはやはりこちらで検索していただくのがいいんじゃないかなというふうに思っているところです。で、対象としてはこんなものがあります。これちょっとまた数が増えたりしているときに数が変わってくる可能性はもちろんございますけれども、文献ですね、いろんな文献をなるべく盛り込むようにはしています。それからもちろんいろんな権利関係もあるんですけれども、あと学会の用紙もご協力いただいているところとかからは、お預かりしたその学会の用紙のテキストに検索がかかるようにはしています。この医学薬学予行集全文データベースというのはかなりいろんな学会さんが協力をいただいていて、情報をご提供いただいているので、4って書いてありますが、実はかなりの学会が入っているというふうにお考えいただいていいと思います。それから、特許ですね。これは日本国の特許広報っていうのは割と自由に使えるようになってますので、私のところが持ってきて使うようにしています。あとは私たちのプロジェクト関係のいろんな文章もありますけれども、あとはもうレッコのゲノムとかそういった遺伝子の情報とかに対してもテキストのところを検索しに行くということで、こういった分子情報に関する分子とかその生命科学情報に関するところのテキストにも検索がかかるようにはなっています。で、入り口はさっきのカタログのすぐ下、ここにもGoogle ライクにこう窓が1個ありますので、ここでペペペって書いていただいてポンでもいけますし、次のページがこれがその実際のトップページになります。で、語句のサジェスト機能があったりとかですね、いろんな機能があります。あとはなんかまずそのデータベースをダイレクトに検索するのか、それともだいたい数がどのぐらいあるのか知りたいとかいった、こういったちょっとなんか割と細やかなものがあったりはするんですけれども、あと今のは非常にこうシンプルにこうもうとにかくここに入れて検索してっていうことなんですけれども、そうじゃなくてやはり生物種による絞り込みとかですね、あとは対象 DB をデータベースをもういくつかに絞りたいんだとか、例えばもう文献はいらないとかですね、なんかそんなようなことができるようなそういった詳細画面もありますので、これは実際に見ていただいて、もし使い方がわからなかったら私たちのところにまた質問いただければと思います。で、その後からまたその詳しくどういった感じでそのデータベースが検索の結果が見られるかということはご紹介してますけれども、これもちょっと
結構説明してると長くなっちゃうので、また後でいろいろご自分でご自分のキーワード検索でいろいろやっていただけるといいかなとは思います。なんですが、いくつかちょっとご紹介したいところがあって、例えばですね、このツールボックスってところにいろんな情報があるんですね。どういう翻訳結果で検索したかっていうようなことが情報として出されていたり、他に関連するような情報がキーワードとしてありますよということが書かれていたり、あとはですね、外部リンクとかですね、あと関連遺伝子の検索とか、こういったちょっとこうどんどん検索をどちらかというと広げていく方の情報がありますので、これについてご紹介をちょっとしておきましょう。それ実習の内容の方になっちゃうんですけれども、例えばですね、ここのところの外部リンクですね、今46ページまで飛びました、大丈夫でしょうか。はい、ですね、外部リンクのところ、元はこのなんかこうプラスマークになっていて、それを開くといくつか出てきます。で、例えばパブメドとか、皆さんがよくおなじみのあるようなものとかにももちろん飛んでいくことができるんです、出ていって、そういう時にですね、この検索した語がちゃんとそこに入る、もちろんその受ける側のデータベースがそういうふうなことをちゃんと許しているかどうかは問題なんですけれども、そういった感じでいちいちまたそこに検索ワードを入れなくていいようになるべく工夫しています。なので、こう紐付けでどんどん検索していく時にもあまり手間なく検索できるようになっています。で、あともう一つ、この J グローバルっていうの、これも実は JST がやってるその情報のサービスなんですけれども、ここにもこのインスリンとか、今はインスリンと脂肪肝で検索した結果なんで、インスリンとかオアインスリンと、それから脂肪肝とファティリバーで検索したような内容になっていますけれども、こちらの方はですね、生命科学だけでなくて、他にいろんな、いわゆる科学技術情報であれば何でも入れてあるようなものなので、例えばちょっと見ていただくと研究者の情報とかこうあったりするんですよ。で、そうするともしかするとこのインスリンと脂肪肝に関する研究者って、こういうこの研究成果を出されている方っていうのを調べるのにはどちらかというとこっちの方が適しているとか、そんなような使い方ができるんじゃないかなというふうに思っています。で、この横断検索ですね、モバイルでもできます。私も最近ちっちゃい字なかなか読めなくなってきたんで、私は多分使わないと思うんですけども、活用できる方はモバイルとかでも使えるということでご紹介をしておきたいと思います。で、最後に3つ目なんですけども、データの一括ダウンロード、こちらも、こういった形で概要をまとめておきましたけれども、国内で作成されたデータベースを丸ごとダウンロードできるサービス、これやっぱり預けていただくときに、いろんな話をさせていただいて、その先生に、いろんなご了解をいただくということもありますし、いろんなそのメタデータ、データに関する情報ですね、いろいろつけていただいたりというような作業もありまして、やはり国内でやられたプロジェクトを中心に預けていただいているというような状況で、こういった142件のデータを集めています。で、いろんなデータ形式でダウンロードできますよということと、先ほどご紹介したデータは CC ライセンスで配布ということで、基本的には CC で表示、ライセンス表示をしていただいて、その条件でもってさらに継承していただくということで、なるべくこの利用許諾を統一して、皆さんにいろんなデータを合わせて使ったときにも、その後の取り扱いが非常に分かりやすいようにということで、なるべくこれに揃えてご提供をいただいています。で、中身こんな感じですね。国内のプロジェクト、いろんなプロジェクトで出てきたものがこんなものになりますので、ぜひまたこちらもここから見に行けまして、こんな感じのトップページになっておりますので、ぜひこちらもご自分で見ていただければいいんじゃないかなというふうに思います。ここに検索の窓があって、項目でソートしたりとかですね、いろんな便利な機能がありますが、今も本当にここのトップページの下のところにざーっと並んでいる状況なので、いろんな検索をしていただいて、ご自分が研究の対象となりそうなものがあるかなということを見ていただければいいと思います。で、これの今いろんな検索機能についてのページがザラザラっと続くんですけれども、一つご紹介しておきたいのが、
今これちょっとオープン TG 技術で検索した画面で OPE って入れると3文字以上だともうなんか検索だって走るんですけれども、それのところで必ずその一つ一つのデータベースについてここにそのライセンスの表示があります。なのでこれをここをですね、なんか使えそうなデータベース見つけたらまずこのライセンスを確認するというところをお願いしたいと思います。で基本的には作者のクレジットとそれから CC 表示継承でまた配布っていうことがまあ謳われてるわけなんですけれども、じゃあクレジットってどう書いたらいいのっていうのがやっぱり困るじゃないですか。なのでそれぞれのデータベースについてこのページが用意されていて、なんていうふうに書いてくださいってことがここに書いてあります。なので一度必ずここは見ていただければなというふうに思います。でこのあたりも実習級といって通常ハンズオンであれば皆さんに一緒にやっていただくような内容なので、後でこの資料を見ながら、まあ、なぞっていただければいいんですけど、これたまたまそのオープン TG ゲーツ、オープン TG ゲーツってご存知の方いらっしゃいます？これってマウス の, 細胞とか使った薬剤の毒性を測ったそういったデータベースなんですけれども、なんか組織の図とかですね、もちろん数値データもあるんですけど、そういったものが入ってるんで、まあ、かなり特殊なデータベースです。なので、またここの検索は皆さん の, 分野とかそういったところに適したものを探していただければいいと思うので、ぜひご自分でお試しいただければいいかと思います。はい、でここもデータベースの説明なんかもこうやってやはり揃えていろいろ書いてありますので、まあ、このデータ何かなというところはこのデータベースの説明というところをこういった感じでここがこういうところから飛んでいただければいいかと思います。はい、ちょっと実習の内容が結構特にこのアーカイブのご説明の時にはいつもいつもヘビーにやってるのでページ数が多いですが、まあここはちょっと飛ばしていきたいと思います。最後にこれだけ言っておきましょうか。なんか利用状況ってみんななんか結構気になるらしいんですね。みんながどのデータベース使ってるのかなっていうのが結構気になるらしいんですけど、実は先ほどご紹介したオープン TG ゲーツっていうのは皆さん結構使われているものの一つです。あとはですね、最近はこのチップアトラスっていうのですね、チップセックデータを再解析したデータベースなんですけれども、これが結構また上位に上がってきています。皆さんがどういった実験処方とかやられているかちょっとわからないんですけれども、こういったものもありますので見ていただければいいと思います。データも受け入れておりますので、もしデータこのデータもう使わないんだけどどうしようかとお困りでしたらぜひご一報ください。で今までご紹介したようなサービスなんですけども、これ私たちの NBDC っていうのは、まあ、JST の中なので文科省の中なんですけれども、そこのデータだけではなくてですね、いろんな経産省から厚労省農水省、日本で生命科学データベースについていろんなプロジェクトをやられてきたいろんな省庁さんとご協力のもとですね、こういったデータを集めて皆さんにご提供しているということを一言申し取っていきたいと思います。でここからはちょっと今まで の, そのサービスとまたちょっと違った観点でご紹介を進めていきたいと思いますが、人に関するデータ関連のサービスとかツールについてご紹介をしていきたいと思います。NBDC で紹介している人データベースっていうのと、それから、これ昨年公開した統合バーというもの、これ2点についてまずご紹介をします。入り口は先ほどの3つのサービスのこの下ですね、人データベースとかあるところここのです。で NBDC の人データベースって何かと言いますと、もう、コントロールドアクセス、公開するときに一応制限が必要、いろんな審査とか必要な、そういった、まあ、人に関するデータですね、こういったものを収集公開する仕組みです。実は、アメリカとそれから欧州のまあ、DDBJ さんとこう3局を成している NCBI と EBI にはもともとこういったちゃんとコントロールドアクセス、ちゃんと審査をして使うことができるようなその人に関するデータを集める仕組みがあったんですけども、日本にはなかったので DDBJ さんと協力してですね、 NBDC でこの仕組みを作りましょうということで始めたものです。人に関するあらゆるデータを対象として、まあ、匿名化をちゃんとしていただいて、私たちのところからは、まあ、個人情報みたいなものがすぐ個人を簡単に特定できるような情報じゃないものだけお預かりするということにしています。
から審査自体を NBDC が実施します。こういうのを普段は共同研究ベースで例えば大学の先生とかがされたりとかというもとでお渡しするというようなことをされていたと思うんですけども、それを全部私たちのところでやるということが一つ大きな特徴です。で、先ほど DDBJ の紹介とかの時にその論文発表に必要な ID を発行するというような話があったと思うんですけれども、DDBJ のようにオープンに公開するもので、発行できる ID ももちろんあるんですけれども、こう人に対するデータにもですね、最近は論文でもやっぱり ID を求められるということになっています。なのでそういった ID を発行するという機能が非常に重要ということで、今は、オープンな非制限公開審査とかのいらないデータが25件登録されていて、その審査などが必要な登録が78件あります。で、じゃあ審査がいらないデータってどういうものかっていいますと、例えば集団の統計値ですね、一人一人のところにたどり着けないだろうというところまで加工されたような統計値ですとか、あるいは特定の個人由来ではない資料の解析結果なんかはこっちのオープンなものになります。それから、先ほど言いました審査、私たちの NBDC でさせていただくような審査に基づき利用可能になるような、個人レベルの情報ですね、こういったものは制限公開データという取り扱いになります。で、この図、ごちゃごちゃごちゃしてるんですけれども、要するにこのデータを提供するときにもこのある一定のルールに従って人データ審査委員会というところに、これ NBDC の中で運営をしているんですけれども、その審査委員会に申請をしていただいて OK であれば DDBJ さんの方のデータベースに格納していただくということで、じゃあこれを利用したい人は特にその制限公開データの方ですね、こちらのオープンな方はもう利用申請とかいりませんので、この制限公開の方に入れられたものに関しては利用者さんもこれを使いたいですということを審査委員会に申請してアクセスするということで、あとはこの利用者さんは利用状況をちょっと定期的に報告していただくというような義務がありますけれども、こういったスキームで皆さんにデータを提供いただいたり、あるいはデータを利用いただいたりというようなことをやっています。で、この NBDC 人データベースについてはデータ提供とか利用の手続き全部その NBDC 人データベースのところにガイドライン、全体のガイドラインがあり、それからデータの提供の手順があり、データの利用の手順もありということで、こちらをちょっと本当にまずはご一読、利用されたいときとか提供されたいときご一読いただく必要があるんですけれども、こういうデータがあるんですけどどうしたらいいですかっていうような感じで質問していただくことも可能なので、もし何かご相談されたいことがあったらこちらにご連絡いただければと思います。で、人に関するデータについてもう一個ご紹介しておきたいサービスが統合バーというものになります。で、これはですね、今 NBDC の人データベースで、かなりのデータが今集まってきておりますけれど、そのデータをもとに、個人が特定されない加工データ頻度情報ですね、バリアントの頻度情報にしたものを提供するということで、データの概要を把握可能にすると同時にですね、日本や海外で公開されている頻度情報、日本でも日本人のということで頻度情報を公開されているプロジェクトがあります。それから海外で大規模でやられているところもあるので、そういった頻度情報と合わせて見ることによって、日本人固有のでゲノムの多様性なんかを分かるようにしようということと、それからそれの疾患との関連情報を、ワンストップで検索可能にしたというものです。で、従来は、日本でですけど、こういった注目するなんかバリアントが出ましたというときにですね、まずイグザックっていうこのブロード研究所でやっている、海外の人を中心としたような非常に大規模なんですけれども、その頻度情報と見てですね、これに該当するものがあるかないかとか調べたり、あるいは東北メディカルメガバンク機構、あるいは京都大学さんでそれぞれ出されているような頻度情報ですね、これと合わせて調べるというようなことをやっていました。で、それとさらにはですね、その頻度に対して何かこう疾患としての何かこう情報がないかなということをやるときに調べるときには NCBI のクリンバーというところに行くと。で、だからこの4つのサイトをまず見なきゃいけないっていうのが1つと、それから例えばこの位置の書き方ですね、何のゲノムを基準にしているかとかが結構みんなバラバラだったりするので、それをなんかこう補正しながら自分で調整しながら4つのサイトを見に行くというような状況があったんですけれども、そこをこの統合バーというこのサイトを使っていただきますと
このバリアントの情報さえあればパンと分かるということになっています。アレル頻度がどうであるとかですね、疾患感受性がありなしとか、あとは関連論文なんかも全部一発で分かるというようなものになっています。で、対象とするデータベースが先ほども言いました、東北メディカルメガバンクのゲノムコホートから出てきた頻度情報、それから滋賀県の長浜市を中心としたゲノムコホートから出てきた頻度情報ですね。それと NBDC 人データベースの中で、こういった二次利用をしてもいいよということでご許可をいただいたようなデータに関しては、この再計算をしてここに盛り込むということで、今これだけのものが数の、入っています。からエグザックっていうのは6万人ぐらいなんですけども、これはやはり海外でやってるということで、日本人ではないということで、日本人と後継者中心とした、集団ということ の差を見ることができます。で、つい先日、年末ですか、年末に NBDC のブログっていうのを最近やってまして、その中で日本人はお酒に弱いというのは本当かっていうタイトルで、統合バーを使って日本人とその他の集団のバリアント頻度を比較するということで、じゃあ具体的にそれどういうふうに見えるのかというのをご紹介している記事があるので、ぜひ興味がある方はぜひ読んでいただきたいと思うんですけれども、ざっと見方を言いますとですね、この場合ちょっとはっきり頻度 のバリアントのポジションが分かってる、種類が分かってるんで、それで検索した結果がこんな感じで出てくるんですけれども、ここになんか棒があってですね、この棒の中のこちら側が日本人の、こちら側の4本ですね、これが日本人の頻度情報、それから一番端っこの緑のところが海外のさっき言ったアメリカのですね、頻度情報ということになって、これログで書いてあるんで、こう一桁違うというのはざっと見て分かると思うんですけども、じゃあそれ数値で見るとどうなのって見ると、やはりこう一桁違うというのが分かるように簡単になっています。で、個別のこのバリアントに関する情報、詳しい情報はですね、この次のページに書きましたけれども、これ実はこの下にずっとずっといろんな種類の情報があるんですけれども、今の数字の情報をですね、大きくしたようなものが、まず上の方にこうやって概要的に出ていまして、クリンバーでもパソジェニックだよって言われてるとかですね、バリアントのタイプとしては SNV だよとか、そういったことが分かるようになっています。この興味のある人はこれの下の方まで自分でスクロールして見ていただければと思うんですけど、こんな感じになっています。で、統合バー のポイントは、その NBDC の人データベースに登録されているものを一部元にしているということがありますので、ユーザーさんがこの概要を把握して、 NBDC の人データベースの中に何か自分が興味ありそうなバリアントを持ったっていうデータがあるなと思ったらですね、そのオリジナルのデータをこう利用申請していただくというようなこともできるということも特徴の一つになっています。はい、あともうちょっと、あと15分弱ですけれども、じゃあ最後にその他のサービスツールということで、ちょっ とこのあと私の後に話すのはDBCLS の山本さんなんですけれども、ちょっと私の方でもいくつか DBCLS 関連の、サービスも紹介をしておきたいと思います。で、その前に DBCLS、 これは多分後で山本さんが話してくれると思うんですけど、DBCLS というのは NBDC とこう共同研究をしている関係にありまして、で、先ほどからご紹介している DDBJ とは実は同じ大きな組織の中にいまして、いろんな協力をしていると。こちらは非常に大規模な配列情報を持っているので、そういうのの、処理とかそういったものに使えるツールとかですね、私たちの方で割と作っている部分があったりとかします。活用させていただいています。で、その中で、まずご紹介しておくというのは統合テレビというものです。これなんかアンケートのところで統合テレビ知ってますかって書いて、今回あまりなんか知ってるってはっきり書いてくださった方そんなにいなかったと思うんで、ぜひ覚えて書いていただきたいんですけれども、データベースやツールの使い方、それから今日みたいな講演ですね、こういった講演とかをですね、動画で配信しています。で、動画数は1500本以上で、例えばデータベースやツールの使い方に関してはそんなに長いものはないです。5分とか、長くても10分とかですかね。なので、合間合間に見ていただけるような、そういった長さのものなんですが、実際にやってるこう画面動きながらこう吹き出しで実際に何やってるかみたいな、本当に使ってるような状況を再現しているような動画になってますんで、
非常にいろんなデータベースやツールの入門編としてはいいんじゃないかなということで、例えばなんか新しくラボに入ってきた学生さんとかですね、そういった方に、先輩がいちいち全部教えなきゃいけないとかそういうことしなくていいんじゃないですかということでご紹介をしているようなものです。で YouTube から全部視聴可能になっていて、万が一DBCLS の方の、がなくてもですね、 YouTube からもう未来英語をずっと公開されるように一応なっています。で本日紹介したデータサービスの使い方なんかもいろいろ出てますし、ここに講習会、先ほど DDBJ のサイトからもちゃんと整理して公開されるって言いましたけれども、私たちのこの DBCLS の方からでも公開がされますので、一度この統合テレビっていうサイトに行っていただいて、やはりなんかこう検索ツール名とかで検索していただくとあるかもしれません。もしなかったらリクエストもできます。なのでぜひ一回覗いていただけるといいと思います。それから、もう一つ、ちょっと医療寄りなんですけれども、パブケースファインダーというのを割と最近にリリースしたので、これをご紹介しておきたいと思います。患者の症状を入力するだけで関連するような気象とか難治性疾患の候補を可能性が高い順に自動的にリストアップする、基本的に医療者の方向けなのかなと思うんですけど、いろんなことを調べるのにも必要かなと思うので今公開させていただいてます。でオーファネットっていう、その気象疾患の関するそのデータベースがあるんですけれども、その中に入っている4000疾患とかですね、あとオーミムですね、さっきもちらっとデータベースのいろんな種類のご紹介の時に出てきた、これアメリカで維持されているものですけれども、その7000疾患なんかが検索対象になっていて、でキーワードを入力するんですけど、実はヒューマンフェノタイプオントロジーというような、その整理された疾患のその症状に対する語彙の集団があるんですけれども、それを知らなくても、少し入れるとどんなものがそれにありそうかなというようなことでこう助けてくれる機能もありますので、もしHPO に非常に馴染みのある方は HPO のセットをポンと入れていただいてもいいですし、あるいは一つ一つ例えばヘデークとかですね、そういったものを入れていただくということもできるような、そういう仕組みになっています。検索結果はこんな感じで、その関連性の高い順に自動的にリストアップということなので、オーファネットとそれからオーミムと両方タブで切り替えてご覧いただくというようなものになっています。最近もうちょっとなんかこう体の中のどこの部位にどんな症状がみたいなこと の入力インターフェースもちょっと開発していて、今ちょっと見えると思うんですけど、後でもしよかったらぜひこの URL に行ってみてください。で DBCLS のサービス一覧ページというのが実はありまして、そこのところにですね、どんなカテゴリーのツールかなっていうこととかですね、あとはどういったユーザーさんが使うツールかなっていうことを、こちらでラベルつけたりしてて、それで選んでいただくと、例えばデータ解析ツールでデータベースを利用する人というような形で選んでいただくと、その一覧が出てくるようなようになってますんで、ご自分の使いたい方向とかがあれば、それを選んでいただくことができるようにはなっています。はい、もうサービスとかのツールの紹介はこれで終わりなんですけど、あともうちょっとだけ、ご紹介したいのがですね、NBDC と DBCLS になって一緒に取り組んでいるデータベースの統合の形ということで、今からご紹介するのが、RDF というもリンク、RDF、それからさらにそれをさらに進めたものは LOD というものなんですけれども、私たちはデータベースをこういった形で整理していくことで、もっとデータベースの利用度が高まるんじゃないかということで、いろんな技術開発とか技術応用をしています。でオープンデータのデータのオープンな度合いということで、5スターオープンデータというようなこう整理がされているんですけれども、ティム・バーナーズ・リーさんというのはこういったなんていうんですかね、インターネット上のいろんなその情報を整理する方法についていろんな提唱されている方ですけれども、一番こう、プリミティブっていうんですかね、PDF で公開する、公開はしてるけれども、でもこれって PDF だから何もできないじゃんっていう状況からですね、あとはExcel ので公開すると Excel 使わないと処理できないから、これもちょっとこれよりはいいけどっていう感じで、こうだんだん段階を見ていくとですね、一つにはこの RDF ということで、ユニバーサルリソースアイデンティファ、リソースのユニーク化ウェブリンク、ちょっとなかなかね馴染みのない言葉だと思うんですけれども、ウェブ上で例えば
あるものがどこにある、どこにその意味がちゃんと記載されているかということを1位に決めてやるとかですね、そういったことがまず必要だということになっています。ユニバーサルリソースアイデンティファイアですね。であとはもっとそれをですね、データ間の融合情報をいろいろつけてやるということで、もっとこのリッチなこういうネットワークにしてやるというようなことで、この辺にどういう情報をつけてやるかとか、どういう情報を整理してつけてあげるかとか、そういったことを私たちのところでいろいろやってるんですけれども、 RDF というののデータ構造というのは基本的にはこんな感じになっています。トリプルが基本です。で、英語の文法でなんか SOV ってあったじゃないですか、なんかあんな感じなんですけれども、主語、述語、目的語にあたるところにここをウェブ上でこうユニークにしてあげるというようなこととかをですね、やってあげるんですね。そうすると例えばそういったセットがいくつかあったときに、こちら側のところとこちら側のところが一致してれば、これとこれは重ね合わせることができて、これ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 っていうなんかそのネットワークのつながりがどん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 できてくるというようなことが基本的なコンセプトです。なのでああいった URI っていうのをきちんと決めてやることが必要だし、それからこの記述方法でみんなが書くってことが非常に重要になってきます。でこういったネットワークをこうやって共通する要素を重ね合わせることで、異なる種類の情報をこうネットワーク上にガーッと大きくつなげたときに、このネットワークのこの部分構造ですね、例えばこれは名前、ジーン、ドラッグ、イフェクトとこのところがつながるような情報を抜き出してやるというような命令を出してやると、この部分構造をこう検索で抽出するとこことここの関係性が分かるというようなことをできないかということで、今いろんなデータベースをこの RDF という形にすると、そしてつなげていくというようなことをやっています。でそのために、NBDC の RDF ポータルというのを一つ作ってまして、ここはデータベースを RDF 形式でダウンロードしたりとか、そのデータベースをつなぐような複雑な関係を検索を試すことができるような、こういったものもやりながら、データベースをから、皆さんが実はこういった裏側の情報をあまり意識することなくですね、基本的には何らかの検索をかけたときに自分が欲しい情報がずるずるっと出てくるというようなことができるようにならないかということで、日々いろんな技術開発をしています。で最後になんですが、私どもこういったサービスをいろいろ提供しています。 DBCLS も NBDC もそうです。なんですがなかなかじゃサービスを使ってもらったっていうのがですね、アクセス情報っていうのはあるんですけど、アクセス情報だけだとなかなかどんな使われ方したのかというのはなかなか把握しにくくて、私たちそういうことをどうやって使われているのかなというようなことをぜひ教えていただきたいと思っていて、この NBDC のサイトなんですけれども、活用例、あなたの活用例を1分で教えてくださいというようなリンクを貼っています。もう非常に簡単で構いませんし、もしよろしければその情報をもとにですね、なんかこうまたお聞きに行ったりとかすることもあるかもしれませんが、ぜひこういったことで情報提供いただいて、私たちのデータベース使えているんだったら使えているなりのその情報が欲しいなと思ってますので、ぜひご協力をいただければと思います。で先ほどご紹介したアンケートですね、講習会についてのアンケートなんかでまたいただいたご意見も次の講習会に反映していきたいと思いますので、ぜひご意見をいろいろいただければと思っています。はい、これで私の講習終わりになります。どうもありがとうございました。